ハート記念賞は NHL のシーズン最優秀選手に授与される賞である。これまでに58人に対して合計95回表彰されている。1945年に受賞したエルメル・ラッチ名前の由来であるデイビッド・ハートから寄贈されたトロフィーである。 1> 第1回は1923から1924シーズン、オタワ・セネターズのフランク・ナイボルが受賞した。当初ハート賞と呼ばれたオリジナルのトロフィーは1960年まで使用された。歴代最多受賞者は、ウェイン・グレツキーの8年連続を含む9回でこれは、他の北米4大プロスポーツリーグ、MLB、NFL。 NBA を合わせても、史上最多である。また、ハート記念賞を2チーム以上で受賞したのは、グレツキーとマーク・メシエだけである。1990年にメシエは、レーモンド・ボークと比べて1位秒の差、わずか2票で受賞している。所属チーム別では、モントリオール・カナディアンズが16回、ボストン・ブルーインズが12回、 デトロイト・レッド・ウィングス、エドモントン・オイラーズが9回となっている。ジョーソー・ントンは2005から2006シーズン中、ボストン・ブルーインズからサンノゼ・シャークスへ移籍したが、ハート記念賞受賞者の中でシーズン中移籍した者が選出されたのは初めてのことであった。受賞者のうちトミー・アンダーソン、アル・ロリンズ、エリック・リンドロスを除いた。 引退選手はいずれもホッケーの殿堂入りを果たしている。現在の選出方法は、プロフェッショナルホッケーライターズアソシエーションのメンバーにより1位10点、2位7点、3位5点、4位3点、5位1点で投票され、上位3名がファイナリストとなり、プレイオフ終了後3名の表彰及び受賞者へ、トロフィーが授与されることとなっている。2001から2002シーズンには、 ホセテ・オドレとジャローム・イギンラの二人が同点であったが1位、票86票を終えたて、オドレが1位、票82票であったイギンラを抑えて受賞した。ネルス・スチュワート、2回受賞、ウェイン・グレツキー、9回受賞マリオルミュー、3回受賞、ドミニク・ハシェック、2回受賞、ジョー・サキック、1回受賞、クリス・プロンガー、1回受賞、マーティン・セント・ルイス、1回。 受賞ジョーソーントン、1回受賞シドニー・クロスビー、2回受賞アレクサンドル・オベチキン、3回受賞現役、NHL 選手。ありがとうございます。